はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画数学の資料の活用丸2をお送りします。で、前回ね丸1から始まって、まあ、その続きというかまた違うね公立高校で出された問題を取り上げていきます。で、今回3問です。なのでできそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では今から画面下げるんですけど、これ外してしまうので問題なので、このヒストグラムね見ながらちょっと解説聞きたい方は別画面で開いたりして見てみてください。ちょっとねお手数かけますが、じゃあ下げます。ちょっと待ってね。勢いがつきすぎた。この辺かな。よし、じゃあ外そうか。で、今回は大きく分けて、まあ2問ですね。まず上の1、2がセットになっております。で、上が生徒40人のクラスで1ヶ月間にね、読んだ本の冊数を調べたと。で、ヒストグラム本当は書いてあげたかったんですけど、ちょっときついので、一応ね、1冊が1人だよ、2冊が4人っていう感じで、そのヒストグラムから読み取れる情報だけここに書いてあります。いいかな。で、まず1番が読んだ本の冊数が8冊以上の生徒がクラス全体の何パーセントか求めようという問題です。で、8冊以上ね、まずそれが何人かを調べます。で、これはヒストグラム普通に読んでね数えてくれれば大丈夫なので、まあ、今回こうやって書いてありますけど、全部で6人です。3、1、2以上だから全部ね、で6人で、それがクラス全体の何パーセントかっていう解き方は、その人数8冊以上か6人でしょ、6割る全体です。クラス全体、今回40人なんで40、それに100をかけます。これが求め方。いい？その人数割る全体かける100です。で、これ普通に1個ずつ解いても構わないんですけど、一気に計算できるので、これ割り算の後ろが下でって、これが上だからこうまとめることができるから、えいで2と5で約分して3と5で、つまり3515%と、まあこういった感じで求めてください。中1のねこの資料の活用のところの動画でもこの問題取り上げてますけど、こういうね求め方はこうやってやっていきます。で、次は中央値です。で、中央値は前回の資料の活用丸1の時もやりましたけど、ちょっと違うんだよね。ヒストグラムで読み取るっていう。ただ中央値が何かっていうのは前回やってて、今回40人いるでしょ。40人を並べた時にこうやってトン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 って数えてて、ちょうど真ん中の数字、それが中央値なのね。で、今回40人いるから偶数なんだよ。で、ちょうど真ん中がこうね数えていった時の20人目と21人目、ここの間が中央値になります。なぜなら1番目と40番目をこうやって1、次、2、3って数えていったら、こう数えていくと20と21がこう同じタイミングに来るから、その中央値はその間になるの。奇数だったらここって決まるんだけど、偶数だからね。つまり20番目と21番目の間の数字が必要だから、20番目と21番目がいくつなのかっていうのを調べればいい。で、どう調べるかっていうと、ただ単純に数えていけばいいよね。1人でしょ、5人、10人ってことは、こっから数えると20人ここにいるじゃん。だから20番目は4冊なんだよね。ちょっとこれ消そうか。20番目は4冊なんだ。で、次7人が5冊になってる。それは21番目から27番目が5冊になってるの。だから21番目の人は5冊なのね。じゃあ中央値は？その間になるから4と5の間、つまり 4.5 になるんです。だから答え、中央値 4.5、 ちょっと今単位つけてないけど 4.5 となります。これがヒストグラム使った時のね中央値の求め方です。で、次が問題が変わって図 B、 またねヒストグラム書いてないですけど、それは、クラス生徒20人です。今度で20人が冬休み中に読んだ本の冊数、また本だね、をヒストグラムに表したもので、それ書いたのがこれです。読み取れるやつがね。で、そっから述べた文として正しいものを一つ選ぼうと。で、今回は範囲、ちょっとね選択肢は範囲括弧レンジとか、最頻値がモード、中央値がメジアンかなって書いてありましたけど、まあ、その言葉はね、まあ、覚えておいたらいいかなぐらいです、基本的に。で、どれが正しいか探しに行きます。
で、今まで最頻値、中央値、平均値はやりました。特に前回の動画でね、丸1の時で、範囲が新しいんですけど、これも簡単なんで今覚えちゃいましょう。覚えてない方はね。で、範囲っていうのは今回こうやって取り上げた中でいくつからいくつまでの範囲がありますかってことを聞かれてます。で、今回ヒストグラム見ても分かるように2人ゼロ冊の状態からいるんだよね、人が。で、最大何冊かっていうと5冊までいる。一番上が5、一番下が0でしょ。範囲っていうのは一番上から一番下を引くので、これ範囲5になります、今回。だからあは違うの。これよくやりがちなの、これ引っ掛けなんだけど、0入れない子が多いんだよね。結局1から5でしょ。だから5-1=4、あ、これ合ってんじゃん、丸みたいな。そう、その引っ掛けになって作られてる。でもそうじゃない、いるから2人。これがいなかったらカウントしなくていい、5-1で大丈夫なんだけど、いるからダメね。だから、今ね、もしヒストグラムがね、画面に出てる方は見てほしいんですけど、上の問題って0のとこいないんだよ、1人も。これも書いてないけど。だから上の範囲は 10-9 になります。0はいないからね。これが範囲で、次最頻値です。で、最頻値は最もよくで多い数、よく最も頻繁な数なので、一番多いの7人でしょ。ってことはどう見ても3なんだよね。だからこれ最頻値は3なので、これも違うと。で、中央値です。中央値は上と同じように考えます。今回は20人です。20人ってことは間に来るのはこう来て10人目と11人目が、また偶数だからね、1と20で2と19でこう数えていくと10と11が同時にカウントになる。ってことはその間の数が中央値になります。じゃあ10番目、11番目の人はどこにいるかなって、2でしょ、5でしょ、9ってことはここまで9人だから、10番目も11番目も両方3人いるんだよね。ってことは中央値はもちろん3です。3と3間取る必要ないから、同じだから3で大丈夫。だから中央値は3だから答えこれになります。で、最後の平均値に関してはこれ全部かけていきます。で、これちょっとね、かけないんですけど、どうしようかな。いいか、かける、まあ0×2はいいんですけど、で、1×3、2×4、3×7、4×1、5×3と全部やります。で、まあ、これ0だからいいとして、こういこうか。3足す8足す21足す4足す15か。で、これを全部足して、今回20人だよね。だから20で割ればいいと。で、これ足すとどうなるかな。ここ行った方が早そうだね。25、40で51か。51÷20。まあ割り切れるんですけど、2.3 ならないもんね。これ50ね。だから、まあこれは違うっていうのが分かるので。ごめん、ちょっと計算はしょりましたけど。なので、うが正解となります。一応書いておこうか。まあ、こんな感じです。範囲は前回出てないから初登場ですね。あとは、まあ、ヒストグラム使った中央値の求め方も今回初登場となっております。ので、もしよかったらね、まあ、ちょっとね、参考にしてみてください。では、今回は、受験対策動画、数学の資料の活用、2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、1の時もちょっと話をしたんですが、3まで一気に撮ってしまおうと思ってますので、次回も近いうちにアップできると思います。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。